どうもこんにちは。またちょっとあるものを買ったんで、ちょっと紹介したいと思います。ですね、この後ろにあるこれ、段ボール、これですね。ちょっとでっかいんですよ、今回。ちょっと多分す、あ、見えちゃいましたね。これスーツケースなんです。もうバリバリですね、これね。ちょっと開けてみたいと思います。でっかいんですよ、これは。宇宙人、海外旅行に行くことになりまして、スーツケース買いました。かっこいい。でかい。一番大きいサイズの L サイズ買ったんですけど、5900いくらだったんですけど、なんか結構いいっすね。かっこいいな、十分ですね。初心者、海外旅行初心者には十分ですね、これ。ですね、一応巻くベルトと、なんか重さ測る機械、これも一緒に買いました。別にそんな何も入れてかないんですけど、一応ちょっと買いました。あ、ちょっとちょっとメイドインチャイナっぽいんですけど、十分入りますね、これだったら。いやー、でけえな、これ。まずここに持ちて、であとここにも持ち手で、裏にこれ伸びる感じですね。ここが限界、ここまでが限界で、まあ鍵がついてますよね。でどうやって使うんですか、ね、中に鍵が入ってるのこれ。領収書できました。開かなくなるの。
それを要は ここに差し込んで鍵をかけることによってこれが外れなくなる仕組みですね。これね、開けると取れない、あ、これですね、このボタンで取れる感じですね。こうこうこう取れない、十分ですね。大した貴重品入れていかないんで、下はこうやって傷つかないようにちゃんとついてます。いや、いいですね。で、ベルト、あ、で、下ちゃんとキャスターついてます。これで、さっきのベルトどこ行った、今回ちょっとね、黒でもいいかなとかね、せっかくなんで目立つ色レインボーカラーにしたんですけど、あー、こんな感じなんですね。ベルトちょっと縦にしました。でも、あの夜の1時で、あと1時間でちょっとまだ用意してないんで、あと1時間で用意しないといけないんで大変です。で、ちょっとさっき中開けてなかったんで、ちょっと中開けて、メッシュのポケット、ここにちょっと小物入れみたいなので、まあ、洋服とか入れる場所なんですけど、宇宙人チャンネルさん、こんな感じでかぶってました。いやー、太郎さんめっちゃ喋ってる。だいぶパクってるなって感じですね。じゃあこれから1時間で用意します。すいません、宇宙人チャンネルさん。この裏もありました。こんな感じです。この裏もあるって、はい、もう一つ消臭&抗菌でした。こんな子調整めんどくさいですね、ちょっと。まあ、こんな感じで。いやー、すみません、宇宙人。いやー、すみません、宇宙人海外行っちゃいます。じゃあまた。
あの海外行く時の動画また撮っていきたいなと思ってぜひ見てください。あ、あともう一つ、これ前回受けてなかったやつなんですけど、これこの楽天さんで買ったやつ使おうと思って使わなかった。これですね、前回アップルウォッチの充電器買ったんですけど、実はもう一つ買ってまして、いや今回ちょっとこれ使えますね。実はちょっとケースみたいになっててバッグの中にしまいながら充電できるなと思ってこれも買いました。これは多分アップルウォッチ専用の充電のコードが必要になって来る感じですかね。今ちょっと充電してるんですけど、これ取ってこの。ここにつけてこのしまう方のケースに USB 突っ込んで充電する感じですね。これちょっとこれもまた使ってみたいと思います。こんな感じで収まります。3ぐらい充電されますね。じゃあちょっともう今日のてか明日3時ぐらいには出発するんで、もう用意完了しないといけないんですけど、全く宇宙人用意してません。あと多分忘れ物発生するかと思うんですけど、ちょっと頑張って今日夜、旅行の支度したいと思います。じゃあまた。